ウィズクラス編集長の岡本です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回は、家を買う建てる幸せになる住まいを学ぶプロジェクトの第10回最終回になります。これまで本当にこうマンションだったり土地のことだったり戸建てのこととかも全部いろいろと一から学んできましたけれども、最後の最後はやっぱりお金の話ということで、意外と一番ここが重要なポイントかなと思ってます。なので、今回のテーマは知らないと損をする住宅購入にまつわるお金の話ということで、先生をお呼びしております。よろしくお願いいたします。ファイナンシャルプランナーの荒木千秋先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。荒木先生は実はね、昨年度に行いました投資女子プロジェクトの1年間の先生でいらっしゃって、ウィズクラスにはすごくもう縁が深いというか、講談社にも著書がありまして、すごく縁の深い先生です。私自身は若い世代の方に、お金の知識を知ってほしいなという思いがありますので、今日は住宅に関して皆さんにぜひ押さえておいていただきたいポイントをしっかりとお伝えしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先生のね、語り口すごく専門用語そんなに使わないでね、簡単に教えてくださるのでとっても助かります。よろしくお願いいたします。今回のテーマは住宅購入のためのお金の話です。まず、1番目、住宅購入の予算の立て方、そして次に住宅ローンの選び方、そして住宅関連の3つの制度について、最後に共働き世代の住宅ローンについて教えていただきます。では、はじめにですね、住宅購入の予算の立て方について皆さんにお伝えしていきたいなと思います。で、実は今回のセミナーお伝えしたいことがたくさんあるんですけれども、もうこの住宅購入の予算の立て方が一番ボリュームが大きい箇所になりますので、皆さんぜひいろいろ質問してください。よろしくお願いいたします。一体私はいくらくらいの住宅なら買えるのかなということで、編集長もいかがでしょう、こういう悩みなかったですか？ありました。もうやっぱり一番最初にまず予算感をどのくらい置いていいのかが全然分からなかったです。そうですよね。住宅っていろいろ見ていくと素敵なお家たくさんあるんですけど、私はじゃあどれぐらいの家だったら住めるのかなっていうのは最初に考えておかないといけないことかなと思いますので、まず皆さんにとってどれぐらいの住宅だったら買えるのかなというところをお話ししていきます。で、ファイナンシャルプランナー の立場からお話ししていくと、このような回答を皆さんにさせていただいています。まず借りられる金額ではなくて、皆さん自身が返せる金額で、考えていきましょうということです。借りれる金額というのは自分が思っている金額よりも多いことがあるんですけれども、やっぱり現実的に見ていくといろんな収支のバランスをとっていかないといけないので、自分自身が返せる金額で考えるというのが重要なことになります。すいません。まず、返せる金額っていうのはどれぐらいなのかなということを一番最初に学んでいきましょう。で、まずステップはですね、3つあります。1つ目が、毎月の返済金額を考えていきます。まずはじめにどれぐらい返せるのかというところですね。で、このようなところを出していきます。そしてステップ2として、それでは金額を元にしてどれぐらいの頭金や諸費用を考えていかないといけないのかというところを考えていきます。そして最終的なステップとして購入価格のイメージが決定するということです。ではまずはじめに今の住居費から支払える毎月の返済金額を、計算してみましょう。で、どうやって毎月の返済金額を考えていくのかなんですけれども、まずは皆さんが今住んでいる実際の家賃ですね、これを元に計算していきます。で、皆さんそれぞれ状況は違うと思うんですが、支払っている家賃とプラスして、駐車場代を支払っているよという人もいると思うので、もし駐車場代などを支払っている人は、その家賃プラス駐車場代にして金額をイメージしてみてください。で、ここからですね、皆さん自身が戸建てがいいのかマンションがいいのかによって支払える金額というものが変わってきます。で、戸建ての場合はですね、こちらなんですけれども、基本的には家賃と、固定資産税、1年に1回の固定資産税だけが考えてもらいたいポイントなんですね。で、一方でですね、マンションというのは
家賃プラス固定資産税だけではなくって、駐車場の料金が別にかかったりとか、あとはマンションをきれいに維持していくための管理費や修繕費というものがかかりますので、購入した後の費用はマンションの方が、よくかかってくるということをポイントとして押さえておいてください。でもちろん戸建てもですね、将来リフォームなども必要になってくるので、別途リフォーム積み立てなども必要にはなってくるとは思うんですけれども、計算をする上では今は必要ありませんので、戸建ての場合は、家賃と固定資産税の分考えておけばいいんだなというようなことを、イメージしてもらうといいのかなと思います。では皆さん、ここから計算が入っていくんですけれども、苦手な方はですね、イメージだけ掴んでいただければなと思います。はじめに今皆さんが住んでいる家賃が8万円だったと仮定して考えてみます。でもしその他の住宅関連費用として、駐車場代を2万円払っているとしたら、それも計算に入れてください。そして今家賃は8万円で抑えているんだけれども、プラスアルファとして、住宅ローンを組む場合もう少しお金が出せるなという人もいると思うので、もしプラスアルファで出せる金額があるなというふうに考えている人は、プラスアルファの金額も足し合わせましょう。でこの場合ですね、8万円と2万円と4万円を足し合わせると、全部で14万円という金額になります。で14万円を12ヶ月で、かける12ヶ月ですね、支払ったと考えると、1年あたり168万円住宅の資金として充てられるというような、簡単な計算が出てきます。でこれがベースになるんです。ただ年間168万円支払えるよってなってるんですけど、これで終わりではなくって、これに対してですね、毎月じゃどれぐらい支払えるのかというふうに月ベースでもう一度考え直します。で毎年の1年間の住居費168万円に対して、1年間に1回かかる、固定資産税をまず引きます。でこの固定資産税、ここでは10万円というふうにシミュレーションしているんですけれども、固定資産税ね、いくらかかるかわからないっていう人が大半だと思いますので、そういう場合は、自分が、大体希望する物件価格と固定資産税みたいな形でインターネットで検索すると、大体の固定資産税というのが出てきますので、そういったもので一旦当てはめてみるといいのかなと思います。もちろん正確なものではないですけれども、目安になると思います。でここでね、固定資産税を引いてもらって、12ヶ月で割り戻してあげると、新居の住宅費として13万円という、金額が出てきます。でこれね、13万円かというふうに思うかもしれないんですけれども、ここから戸建てかマンションかによって変わってきます。戸建ての場合は13万円まるまる住宅ローンに充てられますが、例えばマンションを希望している人の場合は、13万円からですね、さらに管理費や修繕費を差し引く必要が出てきますし、駐車場、車を持っている人であれば駐車場代をさらに差し引く必要が出てきます。そうなると、最終的にマンションを希望している場合、9万円ぐらい毎月出せるかなというようなイメージになってきます。いかがでしょうか、編集長。いや、なんか結局その戸建ての場合は、お家の中にそのビルトインというか、なんていうんですかね、ガレージをつけたりとかできるから、その駐車場がいらなくなるってことですよね。そうです、はい。なのでもし駐車場がないよというような場合で車を持ってたら、別途その駐車場代を差し引いてもらわないといけないんですけれども、一般的には駐車場を持っている一戸建ての方が多いかなと思うので、ここでは差し引きはしていません。わかりました。ではこの計算であれば毎月9万円だよというような、ことがまずステップ1として出てきました。なので皆さんの場合も毎月どれぐらいの家賃があるのかとか、どれぐらい固定資産税がかかりそうかなというところをまずイメージしてみてください。で次にですね、ステップ2なんですが、ステップ2というのは諸費用を考えていくということなんです。で家を買うときって皆さん一般的にはこのいくら住宅費用がかかるのかというところに注目してお金を借りる、住宅ローンとか、その購入の物件を考えると思うんですけど、実はお家を買うときには
この実際にかかってくる住宅費用プラスアルファ諸費用と呼ばれる、まあ、経費のようなものもかかってまいります。で、何が重要なのかというと、住宅本体の価格に関しては借り入れができるんですが、その諸費用というのは基本的には住宅ローンとして借りられないので、自分の貯金で賄っておくっていうのがすごく大切なことなんです。で、諸費用は結構かかるんですね。じゃあどれぐらいかかるのかというと、こちらです。まず購入の時と購入の後、まあ、いろいろ書いてはいるんですけれども、一体何なのかというと、まあ、購入の時にかかるものは税金であったり、あとローンを組むのにも手数料がかかったりしますので、まあ、その手数料であったりとか、あと皆さんにとってすごいいい家具揃えたいなとか、いい家電買いたいなっていう気持ちもあると思うので、まあ、そういったものも組み込まれてくると思います。でさらに、まあ、引っ越し費用なども組み込むというような形になるので、まあ、いろんなお金がかかってくるんですね。であと買った後もですね、税金などが、まあ、毎年コンスタントにかかってくるというふうに、まあ、言われるというか、まあ、かかってくるんです。でじゃあその諸費用ってどれぐらいかかるのっていうことなんですけれども、ここにね目安を書かせていただいておりまして、で目安、これは何の目安かというと、購入時にかかる諸費用の目安です。新築の物件の場合は物件価格の 3% から 7% が諸費用として必要になると言われていますし、中古の場合は 6% から 10% というふうに言われています。でこれどれぐらいの実際のイメージなのというと、4000万円の物件を購入すると、120万円から280万円ぐらいが購入の最初に自分の貯金の中で出さないといけない金額です。で中古の場合は 6% から 10% なので、4000万円の物件買うと240万円から400万円ぐらい手出しを出すっていうようなイメージなので、結構な金額を貯金しておかないと、まあ、その諸費用が賄えないっていう困ったことが出てきてしまったりします。これって頭金とは別ですもんね。そうなんです、頭金とは別にこれを準備しておかないといけなくて、後で出てくるんですけど、頭金って、まあ、最悪というか、まあ、なくてもいいんですよ、うん、でも諸費用というのは必ずかかりますので、まあ、いくらかやっぱり貯金は必要にはなってきます。で先生、中古の方がパーセンテージが高いのはどうしてなんですか？中古の物件に関しては、ここに書いてあるかな、この仲介手数料という、まあ、不動産屋さんに支払う手数料が 3.3% かかりますので、なんかその分は上乗せしてるというふうに考えてもらうと、ちょうど計算が合うかなと思います。なるほど、はい、これが結構高いんですよね。なので、はい、皆さんこれはちょっと要注意なポイントになります。で今編集長がおっしゃってくださってた、まあ、じゃあ頭金なんです。住宅ローンを組むときとか住宅購入するとき、頭金が大事だよというふうに言われますが、頭金ってじゃあ一体何っていうと、まあ、皆さんね知ってる人も多いと思うんですが、頭金というのは最初に支払う、まあ、まとまったお金です。どこに支払うのというと、まあ、基本的には銀行に物件を買うときに支払うお金になります。で頭金を準備するメリットというのは、頭金を、まあ、たくさん入れることによってローンの借り入れ金額を減らすことができます。まあ、頭金は、ローンの借り入れ価格が、を減らすことができると。でじゃあそのため準備するメリットとしては、そもそも借りる金額が少なくなるので毎月の返済金額が減るというようなメリットがあります。でさらに毎月の返済金額が減るということは、最終的に支払う利息というのも減る、まあ、金銭的にメリットがあるというのが頭金です。でさらにメリットとしては、銀行によっては購入価格の 90% を超える借り入れの場合は審査自体が厳しくなるというケースもありますので、まあ、少しでも頭金は入れておきたいなというのが、まあ、なんか常識というかよく言われる範囲なんですよね。でどれぐらい入れときたいのというと、物件価格の 20% というのが目安です。なので先ほどの4000万円のお家買いたいなと思った場合は800万円ぐらい
イメージしておきたいなというようなあのものが頭金なんですね。で、頭金自体800万円なので、先ほどの諸費用と合わせていくと、もしね諸費用中古物件買って、まあ、10% ぐらいかかるよっていう場合だと400万円と800万円で手出しで1200万円ぐらい準備しないといけないっていうような事態になるんです。結構大きいなというふうにあの感じる人もいると思うので、まあ、自分はどれぐらいの頭金が出せるのかなとか、諸費用がいくらかかるのかなということをあらかじめ知っておいて予算を組んでおくというのも重要なことになります。では実際ね、あの頭金多いと、まあ、どれぐらい違うのかということを体感していただきたいなと思います。例えば住宅ローン金利があの 2% というふうに仮定しましょう。で、これでこのままねずっと変わらないというふうに、30年間借りてずっと変わらないというふうにあの仮定してみます。この場合、まあ、3000万円のお家を買いましたと。まあ、ちょっとさっき4000万って言ったんですけれども、今回借り入れるのは3000万円ですよ。で、3000万円借りた場合ですね、毎月の返済額というのは10万8500円ぐらいになります。で、これを30年間返し続けるので総支払い額というのは3906万円になるので、3000万円に対して906万円の、利息を支払っているというようなことになります。で、一方でですね、頭金を入れた場合、同じ3000万円の物件を買う場合、 20% の頭金を入れると、600万円入れることになります。ということで、借り入れる金額自体が、まあ、2400万円まで減ります。で、そうすると毎月の支払い金額、まあ、あの返済金額が、8円ですねになるので、先ほどのね、あの全く頭金入れないよっていう場合と比較すると毎月の返済金額2万円減ります。なので、まあ、すごくあの大きいかなと思います。で、一方でですね、総支払い金、あの返済額にも、2400万円借り入れて3193万円になりますので、まあ、これとこれ比較すると、頭金ゼロの場合は906万円利息として支払ってます。あの頭金入れます と、利息は793万円になるので、およそ100万円ぐらい利息が削減されているというような、まあ、イメージになります。なので、まあ、これだけ金銭的なメリットが出るので、まあ、頭金って入れた方がいいですよねというふうにあの言われています。でも結構頭金と諸費用って重いですよね。重いですね。だからあの結婚してすぐに住宅を買おうって思った場合は、あの頭金が少ないっていうケースももちろんあると思うので、頭金は絶対に 20% 入れないといけないんだっていうことでも ありませんので、まあ、そこは安心していただきたいというふうに思ってます。で、じゃあ頭金を、まあ、入れない場合なんかメリットあるのかなというと、まず一つ目のメリットとしては、貯金が手元に残るっていうのが、まあ、最大のメリットかなと思います。実際に今住宅ローン金利って、まあ、低い状態にあるので、まあそういうことを考えると少しでも、まあ、頭金を減らしても、いいのかなというふうには思います。で、住宅ローン、頭金がですね、残る、貯金が手元に残るということは、家族で旅行に行きたいなと思った時に旅行に行けたりとか、まあ、自分が転職したいなと思った時に、まあ、毎日の生活費として安心が増えるということで、まあ、選択肢を増やすという点では頭金がいいかな、頭金なしでも大丈夫かなとは思います。あと、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、結婚したてのカップルとか、まあ、あとは、まあ、シングルの人でも、住宅を探し始めたばっかりっていう人はやっぱり希望の物件と出会うのって縁だと思うので、そのタイミングで住宅を購入できるっていうのはやっぱりいいことだと思うんですね。そのため、まあ、希望の物件を逃さずに手に入れることができるというのは頭金がゼロの、まあ、メリット、頭金がゼロでも購入できるメリットなのかなというふうに思います。まあ、ただね、先ほど見てきたように金銭的なデメリットっていうのはあるので、皆さん自身が天秤にかけて考えてみてください。
では、次ですね、これ先ほどの計算の例なんですけれども、まあ、大事なのは計算をした後に9万円毎月の支払いになりますよということです。で、ここから、で毎月 の、 住居費をもとに借入金額をシミュレーションしていくと、毎月9万円支払えて、で住宅ローン金利が 2%、 そして30年の場合はというと、これね、これも、インターネットで住宅ローンシミュレーションというふうに入れると計算してくれるサイトとかがあるので、まあ、そういったもので一旦計算してみてください。でこれ計算した結果、このような条件であれば借り入れる金額というのは2600万円借り入れることができました。でここから、まあ、例えば私の場合は200万円頭金出せるよということであれば、買える物件というのは2800万円になるよというふうに計算することができます。まあ、もちろん頭金がないという場合もあると思いますし、もっと頭金が出せるよという場合もあると思うので、まあ、状況に応じて足し算引き算してみてください。まあ、このケースだいたい9万円で毎月年利に毎年の年間の金利が 2%、 30年で計算した場合はというと、まあ、およそ2800万円の家が買えるよというようなイメージです。でこれに対してですね、諸費用はというと、まあ、140万円というふうに出てきますので、まあ、最低でも140万円、200万円ぐらいは頭金として貯金が必要になります。はい、これがですね、計算のステップになっています。でもう一つね、大事なことがありまして、返済負担比率とか返済負担率というふうに言われるものなんですが、これもね、一緒にチェックしておいてください。この返済負担比率というのが年収における住宅ローンの比率です。でこれは 25% 以内に抑えたいなというようなイメージでして、まあ、25% 以下であれば、まあ、基本的には楽、毎月の支出が楽かなというふうに考えられています。でこれ年収400万円の場合は、8万円支払ってるというふうに考えると、返済負担比率は 24% になりますので、 25% に抑えられているよというふうに見ていきます。なので、住宅ローンを購入するときにはこの返済負担比率というものもチェックしてください。ただ今ねお話ししたように、いろいろ計算していって、このシミュレーションの場合2800万円が買える物件価格なんですよね。これってまあ、ちょっともうちょっと金額出したいなっていう人も中にはいると思うんですよ。でそういう場合、借入金額増やすにはどうしたらいいのかっていうことをお話ししたいんですが、まず一つ目がですね、一番シンプルです。家計をまず見直してみて、無駄なものを支払ってないか、住宅に充てられるお金がないかなということを見直してみてください。であと、金利が低い住宅ローンを組むというのも毎月の返済金額を減らすポイントになりますので、まあ、金利が低い住宅ローンも探してみてください。であとご家族によっては、まあ、ご両親であったりとか祖父母の方からお金を贈与してもらえるというケースもあると思いますので、頼れる人がいれば贈与ということも検討してみてください。と最後ですね、ご夫婦の場合は夫婦でローンを組むというのも選択肢の一つになってきますので、まあ、夫婦でローンを組むということも選択肢として入れてみてください。なので計算してちょっとイメージと違う金額が出てきたなっていう場合でも、いろいろ工夫をすることによって、まあ、借入金額を増やすということもできますので、皆さんの、ね、家計と相談しながらいろいろ工夫をしてみてもらいたいなと思います。やっぱりね、2800万円っていう風に出てきちゃうと結構なかなか物件探すの難しいなって思っちゃうんですけど、それがやっぱ共働きの夫婦であれば、まあね、400万円と400万円の カップルだったら、ね、倍にできるわけですもんね。はい、そうなんです。なのでいろんなお金がかかってくるとは思うんですけれども、まあ、2人の力で借入れ金額を増やすっていう選択肢も取れる世の中になっているのかなと思います。まあ、頭金大事ですよねってお話をした中で、まあ、頭金どうやって貯めていくのかっていうこと、賢い頭金の貯め方なんですが、これはですね、ちょっと厳しいことを言うようなんですが、頭金を貯めるのに近道はありません。なので皆さんコツコツと今日から貯めていっていただきたいなと思っております。
重要なことはですね、頭金ってやはり近い将来に使うお金なので、まあ、今投資とかNISAとかイデコとかいろいろ聞かれると思うんですけれども、投資で一攫千金でみたいなとか、あと宝くじでみたいな話ではないので、まあ、皆さんコツコツ貯めていただきたいなと思います。で、まあ、そのためにはやっぱりどれぐらい頭金を貯めるのかとか、まあ、毎月どれぐらい貯めれば目標に近づくのかというような、まあ、計算をしながら家計を組み立ててもらうというのが重要なことになります。